今回はこちらラパフェに来てみました。行ってみましょう。キラキラしてますね、お店が。見てこれ、リボン2個でついてるんだ。クマちゃんがアクセサリーもくっついてます。この店クマさんがモチーフなのかな、うん、ほら、これすごいよ。もうカバンにくっついちゃってる。すごい。これここのお洋服ですよね。はい、そうです。全部上から下まで。もうこれ今の格好で出勤される感じなんですか。そうです。これをちゃんとお家から来て、電車もこれで乗って歩いてマリーゴールドまで、はい、行きます。すごい。最近これ可愛いよっていう小物とかってありますか。あ、はい、ございます。こちらのハート型クサンのバレッタが結構今人気で、はい、私がつけてるような頭の上にパールが垂れるデザインのやつになるんですけど、これが結構売れ筋で、はい、1回目の入荷は速攻完売しちゃった幻の商品です。そうなんだ。またロリータとは違って今日姫系っていうお店のラパフェさんに来たんですけど、もう入ってちゃうびっくりしちゃって、なんかまたロリータとは違って女の子らしい世界観で、なんていうのかな、このクマさんとかに今日本当びっくりしたんですよ。もうカバンにポンってついてて初めて見ましたね。正直びっくりするものすごいいっぱいあったんですけど、作っているブランドの世界観っていうのが一つ一つあるんだなって思いました。はい、また来てみたいです。